先月の地震で未だ400人以上が避難生活を続ける中、わずか数時間で建設することができる簡易住宅、インスタントハウスが注目を集めています。先日、オホーツクの滝の上町に建てられたドーム型の家、こちら柱がないんです。モンゴルのパオみたいだね。中に入ってみると意外と静かで温かい印象です。考案したのは名古屋工業大学の北川教授とその学生たちで、簡単に建てられることからインスタントハウスと呼ばれています。これ地震が来ても台風が来てもすごく耐えるようになってまして、で、まあ、本当こうやって殴っても強いんです。あ、へこむんだこのテントシートを送風機で膨らませるのはわずか10分、その後発泡ウレタンを4時間ほどかけてシートの中に吹き付け、固まれば完成します。なるほど。東日本大震災の時に、まあ、私も宮城県の体育館の方に行きまして、その時に小学生の子供がなんで3ヶ月から半年も先にしかできないのって率直に言ってきたんですよね。それにすごくちょっと衝撃を受けちゃって。さらに一般的に500万円かかる仮設住宅、こちらは40万円ほどで建てることができます。